どうも、ひろしです。バウル、ね、パンを焼いたりとかする道具です。こうやってね、そうだ、また虫除けが出てきた。蚊取り線香ね、ちょうどここ入るからジップロック入れて蚊取り線香入れてますけども、まあこれはパンを焼く調理器具ですね。バウル、ただのパンがすごくうまくなるというね。で、あと工夫してるのもこれ言ったね、ここも自分で削ってね、元の留め具を外して、こうボルトとナットを入れて、これ外してね、こうやって取り外せるようにして、もうフライパンとして使えるようにしてます。で、ほら、ナットをなくすでしょ、こうやって。はい、タオル。んで、これ、これに僕は100均のケースですけども、これに僕はこの、こういうしゃもじとかね、これも100均で買いましたけど、まあ、フォークとか醤油とか調味料類、あと箸とかね、そういうのを入れてます。これいいよ、MSR の、やつなんだけど、こっちに今胡椒とこっちに塩を入れてます。で、2種類入れれるというね。こうやって胡椒、こっち塩というね。僕料理あんましないから調味料そんな使わないです。塩と胡椒と醤油だけ。で、これグランドシート、中国製で、700円ぐらいかな、アマゾンで買いました。で、クッカー類、今日はこれ、まあ、スノーピークのこの何やったっけ、ダッチオーブンのね、ダッチディオとか名前はよく覚えてないけど、あれの袋だけ今日はこれ使ってて、中身はクッカーね、まあ、これもまたスノーピークだね。これが一番安くていいんだよな、俺。随分使い込んでる。まあ、これもフライパンになると、蓋が。小さい中のやつもフライパンになると。ね。で、僕は中に大体米を入れてます。これもまたジップロックで。でこれもミニ鍋。で、ちょっと大きい鍋。これずっと使える、安いし。んで、外のバーナーですね。これなぜバーナー、外のバーナー、ね、これいいのが、このよくあるね、登山の店とか行ったらね、ガスってあるでしょ、こういう、ちょっと、どう忘れしましたけど、OD 缶だか、なんだかっていう、どっちか忘れましたけど、あれじゃなくて、あれ高いから、この安いやつ、もうスーパーで3本200いくらで売ってあるやつ、これが使えるっていうね、この外のバーナーは。それがいいんでね、もうこのガスだけで400、500円とかあんま使いたくないんで、僕はもうこれ、大体これを持っていってますね。ちょっと大きいですけども。こうやってつないで使うと、これが使える、経済的。んで、あとは網とこのマット、これ何、どこのだったかもう忘れたな、もう随分前に買ったから。まあこうやってこうやってはめて、こうやってはめて、まあこうやって使ったりとかね、まあ、熱を分散させるという意味があるみたいですね、こう、まあ、この上で、物を焼いたりします。
で、まあガスでしょ。これ何でもいい。で、朝菜はね、今日はこれ使わないかな。焚き火会のみんなから誕生日プレゼントでもらった、ヘレのナイフですね。ディリガルガルっていう名前みたいです、ね、ちょっと自分で取りだりして下手くそですけど、ね、ちょっと汚くなっておりますが、それもまた味でございます。でパラコードでこうやってこういうのを作りましたけど、なんか焚き火会の人からは馬鹿にされましたね、パラコードでこれを作ってます。もうナイフは僕これだけかな。あとレザーは持ってますけど、それはもうペンチの機能しか僕は使ってないですね。あとこれ、スコップね、かまど作るときに使います。あとトング、これ100均で100円のやつです。こだわりはないです。で、これが皮膚規模ね、もともとこういう状態、もともとこういう状態、ちょっと難しいねこれ自分で撮るの。もともとが、こういう状態なんですけど、ここに入れるためにこう取って、こうしてここにこう入れてますということです。で、ノコギリ、ポケットボーイ、ホームセンターで買いました。そしてまあこれもうずっと同じの使ってるんですね俺ね。これね、ここまあ焚き火にごとくとして使う網、石あって石置いて、まあ木でもいいですけどね、大きい、そこに渡してここで火を焚くと。で例えばこうするというやつ、なんかキャプテンスタッグのファミリーキャンプ向けの、これ2倍あったのを自分で金の子で切って、こういう状態にしております。でこの辺からちょっと新しくなるのかな。DD タップ、4×4、3×3 とかあるんですけど、まあ大は小を兼ねると思ってね 4×4 にしたんですけども、コンパクトにしたい人は 3×3 の方がいいかもしれないですね。で僕またこの迷彩とかが好きなんでね、迷彩柄のタープにしました。この DD タープすごくいいのは、いろんな貼り方ができるんですね。僕がやったことあるのが、ステルス張りというやつしかまだ経験がないので、今日はちょっと違うね、貼り方に挑戦しようと思って、まだ今日もタープ箔ですね、これを持ってきました。で、これもまた買っちゃったんだよな、ナンガの寝袋、ダウンですね。これすごいのが、だいたいダウンって雨に濡らしちゃいけないでしょ。で僕とかこうやってタープワークとかよくやるんでね、まあ、ハンモックとか、まあ普通のテントよりも濡れることが多いと思うんですね。でこれがすごいのは、これ防水なんですね。普通だったらシュラフカバーをつけなきゃいけないところが、これ防水なんですよ。まあちょっとその分値段しますけど、ちょっと水かけますか。これすごいんだよな、ナンガのすごいとこを見せつけてやる。これが中身でしょ。この防水がすごいんですよ。これもう寝袋ですよ、シュラフカバーいらずというね。いきますよ、水かけますよね、いきます。ほら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 、この弾き分かります？そうでしょ。
ちょっとお高いんですけども、まあ、タープ箔とか、ハンモック箔とかがね多いんでね、この寝袋買っちゃいました。でちょっとよく覚えてないけど、このナンガっていうところの寝袋って多分相当長い時間、長い年数保証がついてたような気がします。まあこれは自信がないので調べてくださいね、うん、多分保証ついてたのかな。次が、これね、テーブル、外のポップアップテーブル、これワンタッチでテーブルになると。んで、あとね、すごくこれもキャンプともう関係ないんだけども、全くキャンプと関係ないですよ。アマゾンのタブレット、これにね、何、映画をダウンロードしてきたら、しといて家で、したらね、電波が通じないとこでもね映画が見れるんでね、これ一人で来るときとか、まあみんなが寝た後とかでね、これで、映画を鑑賞すると。全然もう、キャンプと関係ないんですけどね。あとこれパラコード、何にでも使えますね、今日はタープ貼るするんでね、タープ貼るのに使ったりしようと思います。すごい頑丈な、まあ、もともとパラシュートの紐だというね、こうやってね中に細い紐がね入ってて、これがね本物は、7本入ってるらしいですね。偽物が3本ぐらいとかなんかごまかしてるらしいんですけど、これは2、4、6、7だから、まあ本物かなと勝手に思っております。パラコード何でも使えるね。さっきのナイフに、ナイフにこういうのつけたりとかもねしてますんで、ペグ、もう分かんないんでね、僕ホームセンターで買いました。これなんかキャンプ用というよりもなんか工事用みたいなコーナーに売ってありましたね、うん、これ安くて程よいかなと思ってこれを買いました。ペグ、僕ねキャンプ好きだけど詳しいこと全然分かんないんですよ。電気類、種ほおずきね、もうおなじみ、で撮影用の、夜の撮影用にほおずきで、革の手袋ね、もう切ったね、汚くなってますけど、で、これ入れなかったな、いつもスキレットとか持ってくるんですけどもね、あれ洗剤使って洗えないんでね、このたわしでこすって汚れ落とすようですね。であとジェントスの頭につけるライト、安いです、これ安くて明るい。でここには電池類、でここには電池類とかそういった照明関係のやつかな。あともう除菌シートね、これ便利ですね。もう食器とかこれで拭きます。除菌、どこまで除菌するか知りませんけどもね。あとポケットティッシュね、まあ、熊本出身なんで熊本のポケットティッシュです、まあ、たまたまですけど。で、トイレットペーパー、まあいろんなものを拭くときに使います。まあレザーマンね、まあほとんどペンチとしてでしか僕は使えません。で、これすごいな、タバコ一泊しかしないのに三箱持ってきてるというね、よくわからないです。タバコで、歯ブラシと歯磨き、こんなところかな。あ、違うわ、あとこれね、この缶に、
蚊取り線香のこのなんていうのこれ分かんないけど蚊取り線香を立てるやつと、着火剤とファイヤースターターを入れております。まあこんな感じか。まあこの中に、まあこれだけのものが入ってますよと。こちらの道具をね、僕はすごく愛おしく思ってるんでね、なんて言うんだろうね、難しいけども、まあ、分かんない人には分かんないのかなっていうね、僕はもうそういうスタンスでやらせてもらうんで、もうこれが、2017年6月某日のキャンプ装備でございます。以上です。